ラルス・オルセンはデンマーク出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは DF。現在はデンマークスーペルリーガのエスビアウ f b の監督を務めている。オルセンは若い頃からデンマークユース代表に選出されるなど将来を職望され、1979年にサンブリーグのグロストルップイフ32で、 選手キャリアをスタートさせると、1981年に一部リーグのキューゲビー系へ移籍し、1985年に競合のブレンビー・イーフへ移籍した。ブレンビーでは、移籍初年度の1985年、1987年、1988年とリーグ制覇に貢献し、1988年にはデンマーク年間最優秀選手賞を受賞した。 1989年にもデンマークカップをもたらしたオルセンは1991年にクラブを去り、トルコのトラブゾンスポルに移籍、1992年にトルコカップ制覇に貢献した。その後、ベルギーの RSC スラン、スイスの FC バーゼルと渡り歩き、1996年にブレンビー F 期、この年を最後に現役を引退した。 デンマーク代表としては1986年4月のブルガリア戦で代表デビューを飾った。同年6月の FIFA フフワールドカップメキシコ大会出場はならなかったが、大会終了後にはベテランのモアテン・オルセンに代わってレギュラーに定着し首相も務めるようになった。現役を通じてワールドカップ出場はならなかったが、3度の欧州選手権出場に出場。 1992年6月の欧州選手権では、守備のリーダーとして、選手を統率指導国の初優勝に貢献した。1996年に代表から退くまで、国際 A マッチ84試合出場4得点を記録した。引退後は指導者の道へ進み、古巣のブレンビー・イーフでコーチを務めていたが、2003年に、デンマーク一部リーグのラナース FC の監督に就任。 2004から05シーズンにスーパーリーガ昇格に導いた。クラブは1年後に降格したが、2006年にデンマークカップをもたらした。2007年夏から2010年9月までオーデンセビー系の監督を務めた。2011年11月、フェロー諸島代表監督に就任した。選手監督個人タイトル、ありがとうございます。